チェックリパブリック、レンカ・クロバーナ。9番、レンカ・クロバーナさん、チェコ。チェコのレンカ・クロバーナは3回目のオリンピック、ショートは16位。彼女の持ち味はビールマンスピンがあります。トリプルトーループ、トリプルトーループ、連続して決めてきました。ダブルフリップ。サルコー2回転。3回転行きました、サルコー。今年のフリーはカルメンです。ダブルアクセル、もう一回、なんと盛り上げていくところで少しスピードが落ちていきました。3回目のオリンピック、23歳のレンカ・クロバーナ。おそらくは最後のオリンピックになると思われます。現在婚約中、まもなく結婚へという段階になっています。最初のトリプルトリプルがうまく決まって、これで乗っていくかと、この技ですが、1回、2回、
3回降りて、そのまま後はダブルではなく2回3回転しました。しかしあとはトリプルの予定がダブル、2回転になっていったケースが多くありました。1m71cm55kg、 非常に手足のすらりとしました大型スケーター、スタイルのいいレンカ・クロバーナ。日本のファンの皆さん、なかなかたくさんクロバーナファンもいらっしゃると思いますが、後半はジャンプが思うようにいかない、一つうまくいっても全体としてうまくいかなくてはいけない、非常にこの4分間構成するのが難しい、まあ、特に荒川選手も一つうまく難しいのがいくとその次というのはほっとするわけではないけれども集中して飛ぶことが難しいという話をしていました。今このレンカ・クロバーナもおそらくそんなような思いになっていると思います。ようやく普段の表情も取り戻しつつあります。ちょうど苦しくなってきた頃ですから、スローパートが入っていますけれども、終盤のあのテンポアップのところでの盛り上げ、スピードがついていきませんでした。表現力は少し伸びると思いますが、プレゼンテーションはそれでも5点台まで達したのが1人、9人滑ってクロバーナトータル4位です。日本荒川2位、現在ラフレンシュクがトップに立っています。